ベイホテル東急さん。そして、はい、いろんな思いが交差して負けられないゼッケンナンバー7番横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ A チームの皆さん。 B チームの思いも乗せてると思います、はい、そしていやここもここも強いですよ、いろんな思いが交差してここも頑張ってくださるゼッケンナンバー2番横浜ロイヤルパークホテルさん。ねえ、よかったですね。もう最後、最初のね、あれタイムがダメかなと思ったんですけど、本当に、最後、本間さん、だいぶね、はい、最後アンカー頑張って、そう、はい、頑張ったんですよね。それで、決勝へ行ったと思いますけど、はい、これ、いつもの、いつものというか、三つどもえで、今年3回目の、はい、景観を出るとは、はい。でしょうか、はい、ではここでですね、団体戦の決勝のスターターを務めていただきます方、はい、ご紹介させてください。キリンビール株式会社横浜支社長藤本正蔵様です。藤本様よろしくお願いいたします。藤本さんのお名刺が手元にあるんですけど、ワインアドバイザーもソムリエもされているので、ビールでもワインでもどっとこいというね、さすがでございます。ここ団体戦ですので、ちょっとね、チームごとのいろいろこう、ね、盛り上がってますね。それでは改めてじゃあご紹介していきましょうかね、はい、横浜ベイホテル東急さん前へ、第1走者、はい、そして横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ A チーム前お願いします。そして横浜ロイヤルパークホテルさんマイク前お願いします。始まる前に観戦中の皆さんにお伝えいたします。足元の白い線外側に出て応援を何卒よろしくお願いいたします。はい、気をつけてくださいね。意外とね、選手の方にちょっとだいぶ観客席の方に気が多いんで、はい、気をつけていただきたいと思います、はい、それでは気合でお願いいたします。よーい、はい、綺麗なパークですね、はい、ウェーターズレース2017団体の決勝がスタートしました。綺麗なスタートですね。決勝戦にどうも、はいはいはい、そしてはい、第一レース、第一レース、第一走者、はい、順調に今折り返し地点に向かっているようですね。さあ、三人とも ほぼ一緒です。はい、ここはね、慎重に、はい、ここの第一走者に女性を持ってきているのが、横浜ベイホテル東急さんなんですけれども、はい、ちょっとね、昨年の横断歩道付近の方、はい、ちょっと気をつけてください。さあ、戻ってきたのはチーム A、ね、戻ってきたのはチーム A、はい、まだ女性がね、はい、はいはい、はい、第二走者は女性、そして王者の風格、第一走者無事戻ってきました、はい、乗り込まれないいきます。第一走者が無事に戻ってきて連携をしながら第二走者に今バトンが渡りました。さあ、ここはもう毎年ね、戦ってるメンバーですから、いやー、本当にね、決勝ここまで来ますと、そうですね、女性がね、どこに配属されていくか、何番目に走るかというのも、いろいろ考えると思うんですよね、皆さんね。でもね、女性の方が早いって言いますよね。そうなんですよ、そうなんですよ、だから面白いんですよね、大変でしたらね、はい、女性と必ず一緒に行くというところが、またここで、はい、あ、だいぶね、あれですよ、だいぶ1チームで上がってきたっていうか、はい、
じゃあ引き続きチーム A が1位を守ってます。落ち着いて、最後まで落ち着いて。なんとね、今走ってる7、デンセラさんのホテルのタワーの佐野さん、これで新婚もほやほやの夫婦。おお、なるほど、はい、ご夫妻でご参加。お、そして横浜ベイホテル東京さんも今戻ってきました、はい。ロイヤルパークホテルの第2走者、これはさあ、どんな順番がついているのか、この差もまだ分かりません。あ、早いですよ、これもね、はい、本当に早いです。これね、でも本当最後の最後までね、ゴールするまで分からないですよね。差がついてるようですけど、それまた、ね、はい、今折り返して、はい、先頭はさあ、先頭は引き続きこの T シャツでございますので、はい、チーム A が戻ってきてますね、はいはい、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズチーム A が第3走者、しっかりと見つめながら今バトンが渡ります。そしてここからでしょう、横浜ベイホテル東急3連覇に向けて粛々と今バトンの追い上げが入りました、はい、さあまだ分からないぞ、はい、大丈夫、まだいける、はい、最後の最後まで本当に、いや、みんないい笑顔、はい、いい笑顔での応援。さあ、第3走者から第4走者にバトンが渡ります。はい、さあどうなるんでしょうか。2017年今年の勝者はどのチームなんでしょうか、はい、まだ最後までわからない。1位と2位がだいぶ今ここで詰まってきましたが、はい、今、ベイシェラトンホテルですね、はい、さあ、アンカーですよ、はい、おあ、これは大丈夫だと言っています。さあ、このアンカーでの戦い落ち着いていました。あと、はい、早い、はい、何があったの、すごいですね、今ね、大丈夫、バトンを渡す、はい、バトンを渡す、ロイヤルパークホテル、はい、ロイヤルパークホテルはもうここも速いですからね、この方も速いですから、本間、はい、さんも速いから、ここも速い、あ、なんかあれが事故があったって、あったでしょうね、だいぶね、折り返して、あ、おっと差がついちゃいます。さあ、アンカーの戦い、はい、今祈ってる、チームはみんな祈ってる、はい、もう祈り、祈ってます。さあ、最後はね、慎重に、ね、慎重に行きましょうか、はい、最後慎重に、はい、さあ、2017年優勝チームは横浜ベイホテルホテル&タワーズ A チーム、恐ろしく言われて、最後追い上げがすごいけれども、はい、悔しい表情ながらもです、ああどうぞ、あー、ちゃんとか、あ、最後割れちゃったみたいです、横疲れちゃったら、でもすごい勝負かけたんですよ、勝負かけた、すごい勝負かけたんですよ、優勝はなんとね、横浜ベイシェラトンホテルタワー、はい、これ悲願のね、初優勝ですよね、はい、本当に、まさにもう悲願のという思いだと思います。ロイヤルパークホテルが2011年から4年連続優勝して、はい、その後、横浜ベイホテル東急さんが、はい、2年連続、そして、
ずっと3位だった電車だとは思ってるんですが、はい、なんと今年は初優勝ですね。いやーでも本当に何ともこの嬉しい、ね、悔しくもそしてもう嬉しくも、はい、お互い健闘を称え合う表情が本当に素敵ですね、はい、さてここで皆様にお伝えいたします、このあと3時40分から表彰式を執り行いたいと存じます。表彰式は15時40分からです。ぜひ皆様にご参加ください。そうですね、本当に表彰式は楽しいですからね、はい、ぜひ熱い熱い拍手とか声援とか、はい、応援も引き続き表彰式も楽しんでいっていただければと思います、はい、勝者にはインタビューもさせていただきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。でこの時間で先ほどからね、イタリアンワインとチーズの専門店、ね、ね、はい、イルパリーチェさん、まだオープン中でございます、はい、お飲み物などもございますし、